こんにちは、ダクソンです。ここさ、標津の博物館なんですけど、まあコロナの影響でね、臨時休館中なんです。でもこの周辺に建築探訪できる建物があるので見てみましょう。こちらがね、旧川南尋常小学校報安殿でございます。説明看板あるんで見てみましょう。よいしょと。報安殿です。明治23年、天皇制に基づく教育制度を確立するために、教育直後ですよね。これ、御神栄っていうのかな？天皇の肖像とともに、全国の学校に配布しました。そして、祝祭日、儀式などの度に、壮重な、直報、読解を行うことを義務付けられたんだね。さらにその保管取り扱いに厳重な配慮が要求されました。そして学校は耐火性の社殿を建立し、報安殿と称された。この報安殿は大正4年、旧川南小学校に設置されたものであり、まあ、これ移設されたんだよね。昭和23年、教育制度の改革により取り壊しを命じられましたが、地域住民により移転、整備、二十九神社の社殿として利用されていたのです。だって、戦前の天皇制教育を知る貴重な資料でございます。耐火性、この中にね、大事な、天皇の肖像とか入ってたのかな。で、胸飾りにシャチホコがついてるんですよ。これがね、結構珍しいみたいだよ。ここにあるよね、シャチホコ。これ、よくお城についてるやつですね。で、建物の特色なんですけど、半坪ほどの小さなレンガ蔵で焼きすぎレンガの電気流を施し、まあ、電気流って何だったっけな、こういう色を配置してることを言うのかな。これが焼きすぎレンガですね。入り口には厳重な鉄壁が設けられてます。これです。おお、なるほど。規模は小さいけど、現存する数少ない報安殿でございました。続きまして、こちらもね、移設したものなんですけど、屯田兵屋ありますね。まあ、標津はね、屯田兵最後の町ということで、100個の屯田兵が入地した経緯があります。そのうちの一つ、河津万次郎さんのお宅です。屯田兵屋番号67番ですね。まあ、大体屯田兵の兵屋ってこんな感じで似たような作りなんで、まあいいでしょう。で、煙突っていうかね、このさ、寒い北海道の地域で板張り1枚の兵屋で、まずね、屋根がないんですよね。で、その代わり突き抜けでああいう風に煙突がつけられてます。だからね、とても寒い、冬は寒かったんじゃないかなと思うんですよね。で、今は、こう屋根をご覧ください。これ、亜鉛鉄板吹きになってんですけど、当時はね、正吹きの屋根だと思います。これは、今は消防法の関係で、正吹きってできないんですよね。だから全部、復元したものは、亜鉛鉄板かなんかになっちゃう。だよね。はい。じゃあ次、隣にね、公会堂があるんで、そっちも行ってみましょう。よいしょ。はい。続きましてね、こちらが、旧標津の公会堂ですね。大正4年に、大正天皇即位事業として建設されました。議会や集会所に使用されました。で、基礎にね、軟石用いてますね。あ、こちらですね。で、石造り調の外壁になっております。これが、
西洋風の建築物になってるんだね。で、ボルト構造と言いまして、あの、真ん中の上の方かな、かまぼこ型になってますよね。で、士別の士で記念って書いてます。で、ドーマー窓と言いまして、あれ、光を取り入れる屋根についた窓ありますね。両サイドにあるね。左右対称だな。で、墨石を設けるなど、西洋建築を随所に取り入れてると。墨石ってこれだと思うな。この端っこの、茶色い焦げ茶の石だよね。わあ、なるほど。建設当時は中央市街地にありましたが、老朽化のため解体されて、現在のこの博物館の隣に、移築復元されたんです。ねえ。ここね、あの、博物館やってれば中見れるんですよ。そしたら、あの、なんだろう、天井の照明とかね、建築当時の、ものとか見れるんだけど、入れないですね、今ね。コロナの影響で。こういうさ、なんか、ね、教育とか文化とかさ、芸術系の施設、今全部ダメですね。入れないですね。いいんですか、こんなんで。ねえ。人間の、なんか、心が腐ってしまいますよね。そのくせね、あれなんすよ。小売りのね、スーパーとかね、そういうところには土日人が殺到するんですよね。私の知ってるスーパーマーケットは、日曜日の来店客数2000人でした。まあいいや、そんなことはどうでも。じゃあね、次行ってみましょう。